こんにちは、虫岡です。こちらのケースなんですけれども、以前ね、冬にカブトムシの幼虫を採集しに行きまして、その幼虫を育ててたケースでございます。いた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 。いたー！めっちゃ嬉しい。もう基本的にはこのケースにこうやってカブトマットを入れて、ベランダで管理しておりました。で、外側からはほぼ確認できないんですけれども、もう3匹とも羊化して、で、おそらく羽化してるんじゃないかなとは思ってるんですけれども、まだまだわからなくて、ふと上の蓋をね、開けて確認してみたところ、なんかね、こんな穴が開いてるんですよ。で、羊化するちょっと手前ぐらいに、まぁ、ちょっとヘラクレスのマット交換して余ったマットとかもあって、まぁ、ちょっとこの上にね、継ぎ足したっていうのもあるので、そっから幼虫が上がってきたこともないはずなので、この穴はじゃあ一回成虫が出てきてるんじゃないかなと、そんな風に思ってます。というわけで今からこちらのカブトムシ幼虫セットを掘り出してみたいと思います。さあ、ではどうなってるか見ていってみましょう。でも一回出てきてる形跡があるってことはさ、もうこの上のどっかにいるかもしれないってことだよね。なんかどうやら予想してた展開と違うぞ。ちょっと上積みにいないってことは、あの穴は成虫が開けた穴じゃないのか。だとすると若干掘り出しを急ぎすぎた感もあるぞ。ちょっと慎重に。お！あった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 、穴がある。角が見えたよ。体固まってるっぽいんじゃない？ほっ！出てきたー！今季初カブトムシー！イエーイ！立派になってー、いくつになっても嬉しいね。何より無事羽化しててよかったですね。変にね、ちょっと早く掘り出しすぎてたりしたら怖かったから。よいしょ。さあ、他の子はどうかな。お、穴があった。ここも角が見えてるね。おっ、よいしょオスですね。いや、嬉しいな。たまんないですね、この夏の始まりにカブトムシに触れるのは。さあ、じゃあね、オスオスと続きましたが、ラスト1匹、多分すぐ近くに洋室があったんじゃなかったかな。ここら辺じゃなかったかな。あった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 。お、君はメンタじゃないかい。メンタじゃないかな。メスちゃん、臭いな。オスオスときてメスときました。よかったよかった。さあ、皆さんもご存知でしょうけどね、この角がない方がカブトムシのメスでございます。オスと比べてもね、ちょっとこう毛が生えてたりね、ちょっとモコモコしてる感じなんですよね。メスの方が背中とかも。オスはどっちかというとツヤツヤなんですよね。さあ、じゃあカブトムシの飼育セット作っていきたいなと思います。いけんじゃね。で、まあカブトムシだいぶね、歩き回って遊ぶので高さを加えてあげようかなと思います。ちょっとね、いつも飼育に使ってる流木を入れてあげます。これでいい感じですね。いいじゃないですか。
というわけでこんな感じで作ってみました。このケースで思う存分夏をわちゃわちゃ暴れてくれたらなと思っております。本当はねカブトムシも単独飼育した方がまあ長生きはするそうです。喧嘩もしないですしあんまり動き回らないんで、でもねやっぱりねなんか僕の考えですけどやっぱりカブトムシはこうやって立派な角を持って少々の喧嘩に耐えうるこの体を持って生まれてきてるわけですから、まあ生きていく中でね多少他のカブトムシと喧嘩したりメスを取り合ったりすることもカブトムシの人生なんじゃないかなということで、あんまり窮屈なね生活はさせないつもりですけどある程度は集団飼育させてあげようと思っております。というわけで本日の動画はこんな感じで終わりたいなと思います。またこのカブトムシたちに何かあったらご報告します。